FIFA UFT モードですね。引退を決意している段階です。引退しようかなって。で、理由なんですけど、めちゃくちゃ負けてはいて、もう誰が来てもなんか強くて、全然相手にならなくて負けるっていう、ストレスもあったんですけど、その引退っていうことを今日初めて考えたのは、他でもない、なんかプレイステーションから通知が来てて、なんか今500円かかるんです、1ヶ月これやるのに。プレイステーションプラスっていうインターネットを対戦するやつ。それが800円になるとか、なんかその500円の時も多少こう罪悪感みたいなのもあって、こんなデータだけのものになんで500円払わないといけないんだろう。でも500円、月だと、月じゃない、年だと6000円になっちゃうんだけど、6000円って言ったらちょっと身構えるじゃないですか。でも、月だと500円だし、500円だったらいつでもやめられるからいいかなみたいな、次が800円になっちゃうと、やっぱちょっと身構えちゃって、なんだろうな、WCCF の時でも経験あったけど、ちょっとなんだかんだ言って多少試合やると、この使ってきたメンバーに馴染みみたいなのも生まれちゃうから。で、コラシナツが初めてゴールを決めてくれたんですけど、これはですね、他でもない、弱い AI が相手だから人間相手じゃないですって。こういうのじゃないと決まらんですよね、このゲーム。異様にキーパーが強い。かわさないと、なんかこう、二人がかりで攻めるだとか、あるいはその弾き返りを強引に押し込むだとか、あるいはちょっと角度の、横からの攻撃には結構キーパー弱いけど、正面からは鬼のように止めるんですよ、このゲーム。本当に欠点だと、もうリアルな世界だと、ありえないようなバンバン止めてきますからね。どうやったら点入るのっていう、不満でもあるんですけど、だから、で、あとこれは功労者ですね。私の好きな、旧ユーゴスラビア陣営じゃないんだけど、もうどうしても勝てなかったから、足の速さ93のウィングの選手、なんだっけ、その名前すら覚えてない、ポルトガルのダニエル・ポデンスか。っていう選手なんですけど、今日は点まで決めました。この選手は本当にいいです。縦の突破もできれば、いいクロスも上げる、そういう選手が初めてですね、点を取ってくれたんで、若干嬉しくはあって、そうなるとだんだんそのチームメンバーに愛着なんかも生まれちゃうんだけど、800円ってのはですね、やっぱり。で、あとその UFT モードの不満点は、なんかやっぱりいつになっても同じ相手としか当たらないし、ドゥジャンバスターもせっかく入れたんですけどね。で、あと、このアコスタっていう、これも助っ人です。アルゼンチンの。これも足の速さ93で雇いました。そこ行くとプリシッチは1点も決められませんでしたね。能力値88の足の速さも97あるプリシッチ、全然何の役にも立たんのですよ。どうなってんのかな。で、ラコスタは、2ゴールいきなり決めましたね。だから、この選手初めから使ってたら、でも敵の AI も相当ですからね。こんなミスするから、打ってくださいと言って、何がやりたかったんだろう、このキーパー、今のこの動き。頭おかしくないかなって。で、だからだんだん愛着も、でもこうやって所詮助っ人外人だけが活躍していくんだから、引退じゃないですかね。800円はないですよ。